一つのピリオドをつけて食べたんだなという感じ。ただ阻止したからといってこのことがなかったことになるわけではないですし、これからもこれ自分の受けた傷とどういうふうに向き合っていくのかっていうことがあるので、これが終わりではないですし。はい、通路通してください。私は法に触れる行為を一切していないということ、それからこの判決につきまして、私たち側が客観的証拠に基づいて伊藤さんの主張の矛盾点を複数主張したんですけれども、これが検証されることなく我々の主張が間違っているというその事実認定もないままほぼ無視されている状態であるということについては、高等裁判所での裁判を通じて、強く訴えていきます。やっぱりこういった性暴力セクハラは本当にそういうパワー関係がアンバランスなところで起きると思うので、最近では就活のセクハラについても取り上げられていますけれども、誰もが被害者にならない、加害者にならない、そして傍観者にならない、本当にこのことをみんなで考えていかなければいけない